ご乗車の電車は横浜方面直通、特急金沢ぶっこい行きです。京急蒲田まで各駅に止まります。特急京急川崎で品川方面から参ります。快速栗浜駅と連結をいたします。天空橋です。出口の左側です。次は京急蒲田です。京急蒲田の次は京急川崎に止まります。品川日本橋正面と通過となります常識6号とておいでのお客様乗り換えです。この電車は京急川崎駅手前で連結作業のため、この後2番線に参ります快特栗浜行きの通過を待ちます。京急川崎駅お急ぎのお客様は2番線で快特をお待ちください。品川方面特急品川行きはこの後3番線から8時42分、急行インバー日本枝行きは降りますと1番線から46分、普通品川行きは3番線から50分発です。雑色6号方面の普通浦賀行きは2番線から48分発です。まもなく京急蒲田です。京急蒲田の次は京急川崎に止まります。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は横浜方面特急金沢文庫行きです。次が京急川崎です。第一線をご利用のお客様はお乗り換えです。またこの電車、次の京急川崎で後から参ります快特と連結し、次の京急川崎からは快特金沢文庫行きとなります。京急川崎の次は横浜に変わります。この電車は次の京急川崎で後から参ります快特と連結し、次の京急川崎からは快特金沢文庫行きとなります。京急川崎の次は横浜に変わります。京急では京急蒲田駅上り線高架化工事の完成に伴い、休日ダイヤを5月16日、平日ダイヤを5月17日から改正いたします。なおダイヤ改正から運行する新エアポート快特は品川と羽田空港間途中駅には止まりません。お乗り間違いのないようご注意ください。詳しくはホームページをご覧いただくか駅係員にお尋ねください。ご乗車ありがとうございました。まもなく京急川崎、京急川崎です。第一線をご利用のお客様は下の方で3番線へお乗り換えください。この電車は当駅で後から参ります快特と連結し、江東駅より快特金沢文庫行きとなります。江東駅を出ますと、次は横浜に変わります。ただいまより連結作業を行います。江東駅での連結作業のため、後から参ります快特を先に通します。江東駅での連結作業のため、後から参ります快特を先に通します。京急川崎到着まで今しばらくお待ちください。この電車は当駅での連結作業を行うため、後から参ります快特を先に通します。京急川崎到着まで今しばらくお待ちください。大変お待たせいたしました。まもなく京急川崎に到着です。この電車は当駅で快特と連結し、当駅より快特の金沢文庫行きとなります。当駅を出ますと、次は横浜に停まります。当駅を出ますと、次は横浜に停まります。ただいまより連結作業を行います。ただいまより連結作業を行います。連結の際、揺れることがございます。お立ちのお客様、お近くの手すり、つり革におつかまりください。ただいまより連結作業を行います。発いたしました。快速鳥浜、金沢、ぶっこい線、次は横浜です。 JR 線、東急線、みなとみらい線、東鉄線、新千歳線、横浜の次は上大岡出発。横浜です。 JR 線、東急線、みなとみらい線、相鉄線、新駅片瀬線をご理解の結果は次は上大岡に停まります。次は上大岡です。上大岡の次は金沢文庫に停まります。ことなきは寿司類運量金沢文庫帳に車庫に入ります。お忘れ物ないようお待ちください。快速栗山駅前8位を乗り換えで、寿司類運量金沢文庫帳に車庫に入ります。文庫帳で車庫に入ります。